しみです。いや結構難しいな。大変そうっす。どこの選手と争うかを考えてます今。身体能力ですね。戦術というよりは1対1って感じなんで、うん、まあ、いい意味で分かりやすい。そこに負けちゃうとすぐダメっていうレッテルを貼られると思うんで、分かりやすいっす。チームメイトの名前とかを覚えられそうですか？無理です。少しずつ顔と印象がちょっとずつ、そうですね、はい、分かれば。来週明けにはでもクラブハウスとかも行くと思うので、はい、その時にね、挨拶の時にこう行けばいい。そう行ければいいっすね。